どうもどうも井上馬でございますよいや開幕だねノーミル佐藤でございます今日こちらです飛んでたジです開幕プレビュー懐かしい響き久しぶりの響き久しぶりですよねいやプレビューやってもらうんですねもうね行きましょう行きましょ2からやってくれるってことですかねそうですね楽しみでございますけれどもはいよろしくお願いしますチャンネル登録シーズン中も毎日やっていくんですよお願いしますやったさお願いしますはい。 ということでできるだけ全部いきたいなと思いますが <laughs>、はい、まずこちらの試合からいきましょうお願いしますダン<ん>はい芝 V.S ヤバガーター芝マガターうん、はいこれも面白そうなんでなんか、うん、なんなんでここからスタートなんだってちょっとびっくりしましたけどねマサ、まあ、さん、ね、これなんかあるわけでしょう先生の中でやっぱ去年のプレーを 同士がいきりう当事者同士はね覚えてますけどそういうことかなるほどじゃあここはこう結構ダービー感あるんですかそうですよねしかも、うん、まさこの間、はい、の千葉銀カップっていうのがジェフねありまして J1、はい、柏に勝ちました,、ね、しましたから、ねはいはい、この勢いを持っていきたいですね。 お互いともどうやら、まあ、いわゆる4231的な感じすね。お互いともはい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 まあジフがはい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 ,、うんまあ、いは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 い,、うんね、いは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 なるいは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 なんいは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 なはいはいるいは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 っはい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  まずジェフの方からいこうと思うんですけど、左のセンターバックに入ると思われるのが、佐々木翔吾選手か、うん、あのメンデス選手なんですが、うん、彼らはあの左センターバックといわゆる3バックの左もいける方々なので、ちょっとこの2つのポジションを1人でこうやりつつ、うん、<laughs> 日高の押し出しなんてことは結構ありそうな感じがあるんですよ。うんうんうん、なるほど そうなると、要は後ろここね、あの、山形のプレスタイはこれ3枚いて、で、ジェフのこのディフェンダーのところ、もともとーバックなんだけど、まあこれで日高選手を押し出せるようになると、やっぱりこれね、後ろ3枚でやって日高君をよりこう前に行くっていう風になったら、 サイドハーフのこの高木選手とか、トップ下の風間選手とか含めて、逆サイドの田中選手含めたら、5枚での攻撃もできそうって感じになってくると思うので、攻撃的な山形の裏をつくために、この左サイドの日高選手がどれだけ前まで上がれるか、ちょっとこのあたりは注目になってくるんじゃないかなと。日高選手、おそらく岩城のとからね、両腕に遠藤をね、うん 渡る選手みたいにテーピング巻いてるんでね、<laughs> かね分かりやすいと思うんでね、<laughs> 確かにね、見どころですね、そ,うですねそこはね。あとね、ちょっとこのチーム、は面白いのが、もう一人、右サイドバックにあの高橋一生選手がいることなんですよ。もともと青森山田の時も背番号10とかつけてましたけど、<ー>彼、もともとトップ下とボランチの選手が今、サイドバックやってるあらまあ だからねビルドアップの時にちょっと中にこう来たりだとか、それをサイド起点にした上でいろんなボール回したりだとかってこともできたりするので、内側で回したりしますから、うん、そこで例えば、相手のウイングの選手まで内に引き連れてくると、例えばウイングの選手がちょっと降りてきて、そこにちょっとパスコースができてになったりすると、うん、右はこの田中和樹選手のもう、それこそ牙城なんてことにもなるかもしれないよう,うなこていとろになしてきます、うんはい、はいはい。 ただちょっと山形の方もですねちょっとこっちなんて一と、個シート戻したいと思うんですけど、やっぱ面白いなと思うのが、ウイングなんですよ、まずは。ウイング、はいはいはい。仙台からやってきた木田君、横浜 IC からやってきた坂本君、そしてガンバからやってきた杉山君、プラス、もともといた伊坂君と、この4人がそれぞれ、伊坂はこの前にぎゅぎゅんと伊藤純平的に前まで行ける。ははいい 杉山選手が同安選手的な形でカットインできるみたいなイメージありますね。はい、そうで、坂本選手が奥まで行ける方で、木田選手が中に入ってこれる方みたいな感じで、ウイングが両パターン揃ってるんですよ、<ー>両サイド。そえたんだね、なるほど。そうなんですよ。あとトップ下に関しても、うん、後藤選手は、この後藤祐介選手はこう右にも左にもこうなんかいろんなところにこう流れ出られるような選手になっていたり、ツートップの一角にもなれる人。はい 加藤選手がウィングにもなれる人で、国武選手がもうトップたりこう、ガーンとこう陣取れる人ってところがあって、だ相手の、だから役割に応じて、メンバーも変えられるような、そんな、すごいバラエティーに富んだメンバーいるんじゃないかなって思うので、そこを見ていただければ嬉しいなってところがありますね。はい,はいはいはい。千葉 VS、山形、うんうん、このところに注目していただければと。面白そう。はい。ああ、なるほど。思います。はい、はい、サイドのお試合みたいなとこ見ちゃうよ、私は。 注目ですね。はいてこので、2試合目でございます。ということで、ございます横浜 MCVS レノファ山口というところですと、横浜 MC はね、え今年はいわゆる降格が1っていう、昨年かシーズンでしたから、J1 からやってきたのは横浜市だけなので、単純に考えたら、去年、J1 経験してれば、一番ね、キャリアが上なのは横浜市ということになるんじゃないかなと思います。 でまあそこにまあ山口がまあ挑んでいく格好にはなりますが、うんはい、ちょっと前の方がすごすぎますね横浜市ね。いやー本当ですよ。トロモン、ン伊藤少、<laughs> うん、森海いとカプリに小川洗水。どうなん、炸裂するんですかね。そうなんですよね。うんうん、これもちょっと噛み合わせ表を見ていただこうと思うんですが、これあのいわゆる三四二一とかじゃないと思ってて横浜市に関して言うと。うん まだこうだ、ね、うわ押し込んじゃいけ。うん。強気の、強気の。そう、なんで山口の皆さんにこれ知っていただきたいのは、うん、もう分かりやすくこれよ。今からも,もう、ずすじます。もうほぼこれっていうのが。はいはい、山口2トップなんでまあ、さ、基本的にで、横浜13人じゃなくて、うん、ディフェンスラインが。だから横浜1がボール持ってるよっていうふうになったら、うん、基本的にこのセンターフォワードの選手たちっていうのは、うん、その横浜1のこのセンターバックたちにこうやってプレスかけていくじゃないですか。うんうん 多分横浜市がどうにか頑張って、まず右サイド側にボール回しつつ、逆サイドに振って、はい、福森選手がいますから、はい、ここからもうどこにだってもすごい正確なパスを飛ばすことのできる選手なのでうーん、G1 でさえ彼が勝利だったからか。フリーでね、持たせたら、もうぎゅんぎゅん蹴ってきますからね。 ってなると山口としては、じゃあセンター枠こう。2人にまあプレスかけなきゃいけないっていうのは当然なんだけど、福森選手にもおそらくこう。プレスはかけなきゃいけなくなるよってことはあると思うんです。でも、そうするとこの今吉岡選手前行ったってことになるけど。はい こうすると、この左のこの真ん中らへんって、井上潮選手の独断所になっちゃうわけですねはい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 。そこにパスが出ようもんなら、あ<ー>やっぱ G1 でもテクニカルナンバーワンクラスの井上潮なので、結局彼からショートパスってことで結局どこにパスが出るって形になっちゃうでしょうから、山口としてはこの福森、井上潮っていう二人のこのパスってのをどうやって切っていくかってことだね。だね。ここ面白いですね、ねそっちのサイド。そうですね。でも前も強いしね。 そうなのよ。いやー、横浜強そうだな。だから横浜市のこのパスをどれだけ、横浜市はパスをどれだけ前線に供給できるかだし、山口としてはその供給源をいかにどれだけ断ち切って、ショートカウンター繰り出せるかっていうのが、なるほど。一時目になるんじゃないかな。熱がこもってまいりました。もう開幕しちゃってます、先生の脳内では。そこを見ていただけると嬉しいなと思いますね。はい、いただいております。はい、わかりました。はい。そして3試合目、今度はこちらでございます。 まあ、ピックアップ的にはここまで3試合って感じになるんですけどもえ、熊本 VS 清水でございます。<ー>なんか熊本はちょっとフォーメーション去年と変えて、3、4、3からこの3、2、3、2、まあ3、5、2みたいな感じのフォーメーションにどやらなるみたいな。うで,すで、清水の方はもう去年とまあ基本的には変わらず、こんな感じのメンバーで行くぞって感じになってるみたいな、うんうんうん。はい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 。はい。うん、なんで、このメンバーどうなるかって形ではありますが、こちらもちょっと図示すると、こうな,なるのか。はいはい なあ、といったところですね。うん、まあ、なんでちょっと、まあ、ここキーになるんじゃねえかってところで言うと、うん、やっぱり乾選手じゃないですか。やっぱりそうなってきますか。うん、ね<え>。うん。おそらくこのフォーメーションだと、また熊本の皆さんは。うん このサイドの選手はこの2人しかいないってところがあるので、うん、できるだけ清水がボール持つよっていうふうになったら、おそらく前にこのサイドバックのところにこうプレッシャーかけていくってことになると思うから、はい、この前線とこ熊本のプレッシャーが4枚、清水のビルドアップターが4枚ってことになると思うんです。うん はそこまでビルドアップこう重視してないと、もうすでに断言してるってところがあるので。ゴ、うん、ール直結っていうね。うん、そうですね。うんうん、なので、もうできるだけこういろんな形で剥がしたりとかってことになってくると思うんですけど、多分前の方々がいろんな感じで動いて、まあ、いわゆるできるだけこうボールの通り道作って、そこからアクションって感じになると思うんですが、うんうん、なんかやっぱり、サイドに山原選手だったり、右の西澤選手だって、なんかクロスサーが多いなってところがあるので、うん、その方々にサイドに張らせて、このストッパーの方々をサイドにこう、 剥がしつつ真ん中、結局北側と、あとは犬乾、しっていう2人でなんかこうドリブルでなんか前に運んでいったりするケースっないうのはあるんじゃないか練習試合でもどうやら清水、ちょっとビルドアップで苦戦する、それでプレスで剥がさあの食われてしまうみたいなシーンはあったらしいので,、ねはい、で熊本としてはなんかショートカウンターというかハイプレスみたいなところで清水からどれだけボール奪えるかっていうのも注目にるかもしれな,なるないます。 うんああ。ああ。例えば、ここね。道脇豊かさ、ね。いやー、彼も覚醒期待の一人でしょこれはね。そうだよね。まあ、分てるっちゃしてますけどもね。まあ、今年だから二桁とか取りに行ってほしいなって選手の人になってくるのかなと。う、はいまあ、しいですしね。はい。ただ、清水も落とせませんから、これは。落とせませんからね。えー、ねはい。どうなりますかというところですね。あと残り7試合を見ていきましょう。はい、はい。えい、ー、うことで4試合目、こちら、水戸対岩木でございますと。うん、はい。 これもちょっとすごいのが、あの、岩木はもうやっぱ今年も、あの、もうめちゃくちゃパワフルになってってるらしくて。そうなんでしょう、うん。はい、運動量が激ヤバって感じになるみたいなので、こ、はい、のチーム見かけ上これ3421っぽく見えますけど、<laughs> 多分ここもね、325ですね、このフォーメーション。325、確かに。うん。確かに。 もしくは、もう前のもうウイングバックもこれ、ウイングさせつつ、その下がり目のところに、これ、山下選手がちょっと前に出る形になって、今田選手が安価になるような、3一1五1 5みたいなこともちょっとありえるかもしれません。もうサイドのところは、もうあなた方、運動量すごいんだからってことは、加瀬さんと坂岸さんの2人でも全部やらせる,かなとなるほどねあるかもしれませんね。 そうですね。ああ、いろいろなものがいいでなんで、はい、ヨーロッパでもちょっと今流行しているような、この3、2、5、守備の時には、5、2、3になるような形を多分、軍がやってくるんじゃないかなと思います。はい,は,いはい、はい、はい。 はい、で対する水戸の方は、やっぱサイドハーフのところが注目なところになってきて、はい、やっぱり G1 でもやれるようなサイドハーフ、が今年もだから4 4 2っていうところから、サイドアタックを重視でやっていくと思うので、はい、大田選手、あと J3、北九州からやってきた野瀬選手だったり、はい、あとはね、清楚から来た荒井春樹選手だったりのいうところに注目していただけるといいんじゃないのかな、はい、なんていうふうには思います。うんうん あとはなんか内定組、これオレンジ全員内定って形になってるんですけど、両チームともあの大卒高卒選手が異常に多いチームなので、はい、これからプロデビューみたいな選手が多分開幕戦から出てくるでしょうから、ね、そこ注目していただくといいのかななんていうふうに思います、ね若。若い輝きがいっぱい見れる。そうですね。そんな見れそうです。いや、これはなんかちょっと本当に占いそう。 そうですね。い注目してください。そして続いて今度こちら、群馬対鹿児島でございます。はい。この両チームはまさに。合計色。ね。そうだね、2人。2チームともね。両チームとも注目してほしいのがまさにここじゃないってものが、天才同士のバトルですね。天才同士。群馬、和田正志。パスの天才、和田正志と。 ドリブルの天才、米沢レああ、これはちょっとそうですね。うん、ええ。ええええもうだから分かる。K3 を彩ってきた。 そう2人でもありますよね。G3、えーはい、ファンにはたまらない2人の対決。あと高校年代の時にはやっぱり、ね、両二人とも,もうめちゃくちゃーー沸かせてた選手でもありますから、そうですよね、だからまたねこれでアタッカーと彼らはもうちょっといろんな自由も与えられてる選手じゃないかなと思うので、うん、彼らがどれだけこう自由に生き生きやれるかっていうのが、うん、それぞれのチームにおいて重要なところになってくるんじゃないかと思うので。なるほど そこは注目してほしいなと思いますし、やっぱその周りにこうハードワーカー組、例えば群馬だったら甘笠選手とか、例えば細貝選手なんかそうですよね。で、鹿児島の方だったらやっぱり山口選手とか、あとは中盤の他にも中原選手や遠藤選手みたいな、その中盤ハードワーカータイムも結構多いですから、その彼らが中盤でこうグワーってこう奪ったりだとか、相手にこうプレス与えたりだとかして、はい、奪ってザイよろしくお願いしますってどれだけできるかっていうのはキーなんじゃないかな。 思っておりますこの両チームはちょっとやっぱ僕思い入れありますね。これやっぱね。そうだよね。え、s 3で見てたあれでもありますんでね。そうですよね。<ー>注目でございました。高沢五両あたりも僕はね、好きですけどね。ゴリゴリ言ってほしいですからね。はい。そして続いて今度いきましょう。こちらでございます。はい、どん。藤、はい、枝 VS 長崎と。 いうところになりますなんか G1 ではの札幌の大森慎吾選手が爆発してるってところがねまずあったりするんですけど G2、うん、でねだとね、うん、今新潟からレンタル2年目からになりますけど矢村選手大爆発中だっていう話がありま、はい、してもうスタメンで開幕もあるんじゃないかなっていうふうに言われたりしてますけど。うんうんうん 対するは去年の J2 得点を不安保選手ですからね、うででやっぱり両チームとは攻撃が主軸っていう両チームでもありますから、もう最初の試合からまあ守備ももちろん大事ではあるんですけど、自分たちがやりたい攻撃をやっぱどれだけこう表現できるかっていうのはすごく大事ですよね。そんな中でやっぱ藤井田をね、ベテラン、梶川亮太。そういうこっちゃ 入っ来たりしてますし、うんえー、あとは去年ね、後半戦、J3 の石大阪がやってきた西矢健斗選手っていう、あのボールめちゃくちゃ刈り取れる選手なんかもやってきてますから、うん、中盤で藤枝めちゃくちゃ奪いつつ、前線のメンバーいってらっしゃって、どれだけできるかっていうのは、ちょっと大事なんじゃないかなと思ね。ねはい あと、長崎。え、ね、え、うん、藤枝もだって綺麗に直しましたもんね、スタジアム。そうだね,ね。長崎はもう新スタ夏ですか稼働。秋から10月は<か>ありますからね。両方い,いい順位でそこ迎えたいってなるもんね。そうだよね。 あと、長崎もね、いろんなこうアタッカーのメンバーだったりとか、セットあとはね、セットプリンスや荒井選手なんかの獲得なんかもありますから、そのとこも注目いただけるといいのかな、なんていうふうに思っていたりします。うん、まはい、そして続いてでございます。はい、今度はこちら、はい、岡山 VS 栃木。はい。でございます。<laughs> どうしても柳って言いたくなっちゃうんですね、これ。<laughs> 柳ダービーって見ろ柳ダービーだよね。勝手に言わしまってますから、はい。そうなんだよね。うんうん まあでもだからやっぱりイスマイラ対柳ってのは多分起こる試合になるんじゃないかなとも思いますし、お互いやっぱり空中戦は使ってくるチームでしょうから、やっぱり栃木の前線やね一番最終ラインだったり、岡山の前線だったり、最終ラインだったりのところで、どれだけ空中戦でボール奪い切れるのかってことは大事になってくる試合なんじゃないかなと思います。ねはい はいなんでも空中戦、もう岡山は分かりやすく、空中戦は柳、地上戦は本山、あとビルドアップに鈴木義武って、もう分、うん、かりやすいそこの役割を栃木はこうフォワードの皆さんがいろいろスライドし合ってとっていうところで、どうにかこう分散させて、そこ潰しに行くってことができたらいいのかな、うんうん、得意なことをさせないっていうのが大事だ、ね、いやいやいやっていい、スマイラー南野ですから、このねタイプの違う2人が。 これフィールド上でも視認しやすいですからね、こ,れこの2人。そうですよね、ええええ。怒り方の若者が南のですよ。ね <laughs> ええ、スマイラーもにめちゃめちゃ長いですからね。大島選手もいるんでしょだって。高い大島君、ここにいるのはでかいですからね。宮野貴少さんも出てくるわけですからとかね。そうだね。えー、あとは宮崎やの氷っていうところもいますからかいい。かっこいいから、かっこいいか。キャラクターは、あれですね、ちっていいですね。うん 散っていいですね、ここはね。キャサッー散ってる方がサッカー見やすいですからね、これね。そうですね。あ,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 あだからロングボール展開、そのね、お互いにこう、センターバック、<え>センターフォールでやり合う中で、ちょっとなんかずらさなきゃいけないなっていう風になってきたら、はい、今、マサも言ってくれた、大島君に対してロングボールを放れば、相手のボランチと戦えるの多分勝てる可能性は栃木固まると思うし。う確かに。かにあと、ニュー柳ですね、マ、ま、サね。ニュ柳、高博選手。<laughs> ホテルみニューヤーナ別館みたいにる <laughs> <laughs> すみません、お風呂だけ別館になっちゃいますみたいな。<laughs> <laughs> あのなんで、<う>柳武宏選手をサイドに入れてくれば、そこの、ねうん、柳武宏選手にロングボールをてそこを規定にするなんてこともできるので。うんうんうん あの、ファースト、初期配置からの二次配置で一体どうなってくるのかってとこも注目いただければいいんじゃないかなと思っていたりします。はい。そして残り3試合。あ、はい、そんなから。<8 000 S 2> 同時刻もあるんだもんね、ドレビかなあるんだよね。うんはい、そして今度8戦目は徳島対甲府でございますと。え、甲府に関してはまさに、えー、本当にこのメンバーで来るかは分からない。なんでだあ、ACL があるからか。だ、多分この動画が出ているちょうどタイミングで ACL 今やってるんじゃないかなと思いますけど。あそうか。 だから ACL ほら、まずファーストレグが03で敗れてしまったのはあるので、必要なんだよね。そうなんですよ。だから ACL で勝つためのベストメンバーをそっちで使っちゃうのか、それともベストメンバーやっぱり開幕に残すのかっていうふうになってくると思うので、ちょっとまだどうなるかはわかりませんけれども、お互いともどうやら多分4、2、3、1みたいなフォーメーションではい,いくんじゃないのかなと思われ、 はいなんで、まあどちらもね、えー、昨シーズンはこうプレーオフとかまでいけないといか、相当な戦力を持っている両チームではあると思うので、うん、やっぱ今季こそっていうところはちょっと強いでしょうから、うん、ガンガンあとはね、攻め続けていってほしいなと思いますけれども、やっぱり柿谷選手の、ね、やっぱりプレーにちょっと注目したいところはあとはブラウン・ノア・ケンシン選手。 はい。徳島のフォワードはやっぱ成長するとやっぱり有名ですから。ああ、そうか。確かにね。ブラウンのアセジが国旗、徳島で2桁取れるかどうかもちょっと注目したいところですね。今中山の弟子ということでしょうよ。そうですもね、沼瀬頑張りましたからね。はい、注目でございます。はい。それで9試合目は今度こちらです。ドン。愛媛 VS、秋田。愛媛、秋田。うん。はいはい。 ここはちょっと注目したいのが、あの、あれよ、去年の MVP フォワード、松田力、うん。うんうん。VS、去年の j 3特定王、小松蓮、うん。なるほど。G3 沸かしてきた2人が、G2 でっていう戦いになりますたなるほどね、うん。なるほどね。れねどねれ譲れないね、お互いね。譲れないでしょうね、ここはね。えー、えー、えー、えー。えー、あと、だからやっぱりこう、お互いのこと知ってるとか、だから、秋田からすれば、去年の j 3はなかなか存じ上げないってところあるかもしれませんけど、うん 小松選手とかあと北九州から村松選手とか取りましたから、去、うん、年の JC の状況を知ってる選手を何人か取れてるので、うん、愛媛の弱点とかっていうところもなんとなく選手通じてなんか伝わってる部分もあるんじゃないのかな,か、うんなるんる。うん、あるうん、あるんじゃないかなと思います、うん。逆に言ったら愛媛としてみれば、多分その小松選手は村松選手、スタメンに入ってくる可能性があると思うので、去、うん、年もスカウティングしてる選手たちでしょうから、そ、うん、こ,この弱点うまくついてビルドアップとか、もしくは、 最後のフィニッシュのところのワークで、こう、どうにかやっていきたいところはあるんじゃないのかな、なんていうふうに思いますね。うんうん、まあ、秋田は今年も秋田でしょうから。今年もカッチカチ。カッチカチでしょう、ね。なるほど。スーパーパトラーしか取らなかったってチームなので。誠実にバトル。うんね、や、るでしょうね。秋田の皆さんと共に気持ちを込めてバトル。あるでしょうね。今年もなんかね、秋田、いつもの秋田を注目していい,い,、ね、いや、そうですね。はいはい。はい。 そして、えー、ラストでございます、今度はこちらで、はい、はい、大分 VS、仙台です。<laughs> 出た。これはなんかもう、古豪の対決ですね。はい、そうですね。はい、で先ほどの徳島、甲府同様、うん、まあ今年の昇格がもう絶対値とか、有力というかね、うん、狙っていかなきゃいけない両チームなのかななんて思っていたりしますと。うんはい、で特にただ、やっぱり、仙台の方は、うん。 はゴリさんですね。あの森山新監督になってはいはいはいそうだ。うんなんか、ね、やっぱね若返らせるらせようとしてる角度ちょっと強くてですね。うもしかしたらそのうちシーズンやってくうちに多分、うん、の大半が2000年代になってくる可能性もあるあまあ若手の指導で定評がずっとやってきたね森山さんですから。そうなんですよね。はい。 キーパーなんかも今はあの、林選手ですけど、やっぱ小幡選手あたりになっていく可能性とかはあるでしょうし、あとだから川崎からやってきた妙岩選手とかがスタメン取りに行けるかどうかとか、その辺ちょっと注目されるところなのかなと。ね、これはチームの方向性としてやっぱそうしたいっていうことなんですかね。ということみたいですからね。まあそこら辺も注目ですと。で、大分として見たら、まあこれはあのね、二軸あるなと思ってて、 これ片野坂さん、実は意向なんじゃないかなと思うんですけど、第1に行くと、の片野の坂体制を知るメンバーも結構多かったりするんですよね。だから、もし最初ともしかしたら、この今出てるメンバーじゃなくて、結構若手面でいって、だめならやっぱりベテラン使ってっていう、そういうチャレンジもできるんじゃないのかな、うんうん、な若手使っていくパターンで、まずはやってみて、それで厳しければベテランにスライドして、うんうん。なるほど でベテランでもう一回軸が作れるようであればまた若手やってみてとか。うんうんうん

先生は実質開幕で何するんですか。これはひどい振りだ。これはひどい振りだ。何するんですかってなんですかね。もう開幕を楽しみにいろんなシーを作り続けたいと思いますね。頑張ってね。シールをねお願いしますでお願いします。じゃあねノエマでした。ノーミルさんでした。じゃあねまったね。バイバイ。